車のライトが照らす先そこには体長2メートルほどの大きなクマが雨の中、全く動じることもなくゆっくりと住宅の前を歩いています昨日午後10時半ごろ江差市町で撮影された映像ですコンビニでまあ買い物して出た後にそういえば最近クマ出たなと思いながらふいに並ぶ前に 熊が目撃されたのは、江差市町中心部の住宅街です。目の前にはコンビニが、周辺には中学校や高校もあります。これは、ほぼ同じ時間にすぐ近くの自動車販売店の防犯カメラが捉えた映像です。ドアのすぐ外を熊が歩いています。 別の防犯カメラには道路を渡っていく熊と、その後ろをゆっくりと走る車が映っています。この車のライトに照らされていたのが、最初の映像で見た熊だと見られています。撮影した人によると、この後300メートルほど歩いていき、姿が見えなくなったということです。住民としてはでもおっかないですね。熊は本当に。 じゃですか江差市町内ではクマの目撃件数が先月は5件でしたが今月は昨日までに25件ありそのうち15件が住宅街で目撃されているということです町内の水産加工場でゴミが荒らされる被害も起きていて町は箱穴を設置して駆除することにしています